Hey guys, thanks for checking out Chris's room. 今日はですね、なんとすごい大切なメッセージがあるんです。それは、僕たちは自分のことを大切にしないといけないよね。やっぱり、ね、人に親切にしようよとかっていうコンセプトは分かりやすいと思うんだよね。で、道歩いてておばあちゃんがいて、なんか荷物を落としちゃって、おばあちゃんが荷物落としちゃったわーとか言ってたら、おばあちゃん大丈夫ですかって言って手伝ってあげるよね。でも俺たちは自分で荷物をこぼす、下ろしちゃうと自分を手伝わないんだよね。自分の場合だったら、おいお前バカだな、本当にこんなところで誰が荷物落とすんだよって、これは変えないといけないと思うんだよ、本当に。で、やっぱりこの自分に対しての愛っていうか、自分に対してのケアだよね、それを本当に感じていないと他の人を応援するっていうのも難しくなると思うんだよね。で、他の人だけ応援してて自分だけには超スパルタっていうのが、まあ、本当にこれはアメリカとか日本のこのウエストっていうんだけど、ウェスターンカルチャーのもう一つのところだと思うんだよね。自分に対して超ひどいんだよね、本当におかしいぐらい。自分が自分に優しくしてあげないと誰が優しくしてくれるのっていう話なんだよ ね。正直ちょっとこれ深いから聞いてね。例えば辛いことが起きるじゃん、で普通の自分の頭の会話ってさ、よくこういうのがない、なんでお前そんなのできないんだよ、そのぐらいできるようになるよ、本当にダメだよねみたいな感じで、それが結構 97% ぐらいの自分の頭の会話とかになってる時ってないかな、なんか変なのが起きると、悪いことが起きるとね。でそうなるとね、誰かの助けが必要みたいに感じてくるじゃん。例えば自分の恋人とか自分の家族とかね、自分の人生の中で誰か大切な人に頼り始めるんだよね。自分が疲れちゃった、自分が倒れちゃったから手伝ってくれないかって、でその人が手伝ってくれると、でそれはそれでいいんだけど、一つ危険なことがあるんだよ。もしその人がいなくなっちゃったらっていうことなんだよね。または出来事に頼っちゃうわけでしょ。例えば変な話は宝くじだよね。宝くじ当たったら僕は幸せになれる。何かが起こらないと幸せになれない人間になっちゃうんだよ。そうなったら自分をやっぱり幸せにするっていうスキルは持ってかないとダメだと思うんだよね。スティーブン・コービーの7つの習慣で、ね、書いてあることなんだけど、あなたはインディペンデントにならないといけないんだよね。あなたって言って失礼だね、ごめんね。僕たちは、ね、僕もそうなんだよ、ね、インディペンデント、自分で自分を幸せにすることができる人にならないといけないんだよね。幸せの鍵、幸せの源っていうのかな、なんか幸せのエネルギーがあふれるファウンテンみたいなのは自分のハートの中にあるんだよね。でこれ気づいて、これをワーク、これを練習、これをプラクティス、この道、この道を歩くのよ、ね、ですると自分で自分を幸せにすることができるようになってくるわけよ。もちろん完璧にねできるわけじゃないけど、ちょっとずつ上手くなってくるんだよね。ですると自信につながるんだよね。で他の人がお前クソだなとか、おいこんなのこのぐらいできないのかって言っても全然意味ないわけよ。なぜかというと、それはネガティブで真実じゃないって知ってるから、自分のところに入ってこれなくなっちゃうんだよ。断ることができるんだよね。ですると他の人たちがどのぐらい困ってるのかっていうのが見えるようになってくるわけよ。ああいう変なこと言ってきた上司は実はすっげえ辛い環境にいるんだ、逆に彼を手伝ってあげたいみたいな考えが変わってくるんだよ。周りにネガティブな人がいたら、前はそれを本当にストレートに受けてて自分のハートに矢が刺さるみたいに、いてーみたいになってたんだけど、今はあ、彼女が実は大変なところにいるんだっていうのが気づいてくるようになると思うんだよね。なのでこの大切なポイントっていうか、今すぐできることっていうのは、まず
自分の頭の会話を聞くっていうことなんだよね。なんか変なこと、なんか悪いことが起こると自分は自分に対してなんて言ってると思う、ね、でもし自分が自分に対してネガティブな言ってるんだったら、ネガティブなこと言ってるんだったら、それ止めようぜ、ノーって言いましょうよ。例えば子供とか、ね、お年寄りがいて、ね、女性がいたりとか、まあ、男性でもいいけど、ね、他の人がいたら、そういうネガティブなことを他の人に言う、言わないんだったら自分にも言っちゃダメだよ、ね、You gotta nip it in the butt. All right. やっぱ学校とかでかいと思うんだよ。だって本当に 5歳とか6歳の時から、ね、まあ、僕の小学校の時は44人いたんだよね、大組っていう、ね、1年の宿題出すじゃん、テストやるじゃん、俺クリス対43人なんだよ、ね、で僕が他の人と勝負してるわけよ、宿題とか、テストとか運動会もそうだよね。で誰が勝つのか誰が負けるのかなんだよ。で、ね、例えば80点だったら、うん、80点はダメだよってなってもうダメなんだよね。92点でもダメなんだよ、1位にならないとダメみたいなことなんだよね。で97点取ったら、うん、今回は良かったけど次危ねえぞ、また狙われるからな、また43人と戦われないといけないからねってなって、ここでまた戦うっていう繰り返しのトレーニングになっちゃうと思うんだよね。これを本当にもう10年とか15年とか続けて、で社会人になってもまた戦ってるわけでしょ。新入社員同士で戦ったりとかね、なんか仕事を見つけるためにテストで頑張って戦ったりとか、受験もそうだよね、戦うとか。でも本当の人生、本当の世界っていうのは、お前バカしか一人でやんねえぞって話なんだよね。この一人でやるっていうのはすごい間違ってるんだよね。人を手伝うこと、困ってる人を手伝うことに、そこに神様がいるんだよね。神様がいるっていうか、天があるっていうか、愛があるっていうかね、困ってる人を手伝うことによって、その人が幸せになる、そうすると自分も幸せになるんだよね。幸せになりたいんだったら他の人を幸せにしていくっていう道しかないと思うんだよ。で自分にも辛いんだったら、まずそこから最初のワークしようよということなんだよね。やっぱり本当にね、自分を大切にして生きていこうよ、ね、でこれはやっぱりその生き方だと思うんだよ ね。週2回20分だけ自分を大切にしますみたいな考え方じゃなくて、もう生き方として自分を大切にしていく。そうするといろんな面白いことが始まってくると思います。なので僕もね、本当にね、勉強中で全然完璧なものではないんですけれども、ぜひですね、皆さん自分を大切にする、自分を愛してあげる、ね、本当にそれはやっていいんだよ、それ正しいことだから全然 OK だぜ。 Alright, I love you guys. Thank you so much for checking out this video, and I will see you next week. どうもありがとう。 Thank you.